めちゃくちゃうまそうだ。平べったい感じのパスタ麺なんですよね。スープと一緒でやっぱね、キノコの風味がやっぱすごいですね。相性抜群。はい、夢です。こんにちは、男ども。今日ディズニーシーのこちらカフェポルトフィードに来てますよ。こちらね、クリスマスメニューがありまして、前回はね、ローストビーフを食レポしたんですけども、パスタのセットもあるので、今日ね、パスタのセットの方をちょっと食べたいと思います。じゃあそれでは行ってきます。はい、買ってきましたよ。スペシャルパスタセットですね。でね、パスタはね、赤と白がありまして、今回僕白をにしました。白はね、このリングイね、パンチェッタとキノコのクリームソースですね。おー、めちゃくちゃうまそうだ。パンチェッタ、イタリア風ベーコンですよね。で、これ実はキノコで、さらに実はね、これスープもこれキノコなんですよね。クリーム、キノコ、ベーコン、クリーム、キノコ、パンチェッタってめっちゃかぶってる。どんなセットやねんっていうね。あとこのケーキね、このケーキ前回食べたんですけど、めちゃくちゃうまかったんで、はい、今回も楽しみにしております。そしてね、ドリンクはね、こちらのカフェラテにしました。やっぱね、はい、こちらセット1980円ですね。ドリンク付きで1980円はなかなかいいんじゃないですか。はい、それではいただきます。これね、今めちゃくちゃ狭いです。あのね、今ね、2人掛けのテーブルで横すんごい狭いんですよ。で、すぐ向かいにこのアクリル板があってですね、めちゃくちゃこのテーブル狭いんですね。キノコとベーコンのクリームスープ、これ確か前回美味しかったんだよね。いただきます。おお、そうそう、なんかポルチーニの風味が確かするんだよね。うん、クリームシチューな感じが美味しい。これね、パンが乗ってるんですよね。あー、めちゃくちゃうまい。まあ、前も言いましたけど、チャウダーなんで、なんか自分でも作れそうな気もするんですけどね、これなら作れそうって、ね、言ったんですけど、まあ、食べてみるとそんなこれやっぱ簡単でもねえなって、なんかそんな気もしてきましたね。チャウダー美味しいね。具でね、ベーコンって書いてあるけど、やっぱキノコの風味がすごい強いですね。やっぱうまかった。もう速攻完食ですよ、もう。はい、うまかったです。これも実質もうキノコのクリームスープって感じですね。リングイね、パンチェッタとキノコのクリームソース、上になんかバジルっぽいのがパーッとかけてあるね。これね、ちょっとね、配給されてから持ってくるまでの間、席探してる間にちょっとこれ固まっちゃいますね。ちょっとこれまた麺とのソーシャルディスタンス、危ない危ない、跳ねそう。これはうまそうだな。じゃあこのクリームソースのパスタ、こちらいただきます。おお、なるほど。これね、やっぱ真っ先に思ったのが、今ね、ザンビニで出てるあのカルボナーラ、あれがね、実質もうね、クリームソースって言ってもいいぐらい、なんかね、ベーコン入ってて、すごいね、こうクリームソースっぽい感じなんですけども、まあもっとこっちは本当にクリームシチュー、クリームソースって感じですね。美味しい。まずね、パスタがリングイネってことで、なんかちょっとあの平べったい感じのパスタ麺なんですよね。で、クリームソースはですね、こうクリームシチューほどではない感じですね。水分控えめです。クリームソースはね、クリームシチューほどドロッとはしてないですね。これはね、キノコが美味しいね。相性抜群。冒頭で説明した通り、今スープがキノコとベーコンのクリームスープで、パスタもこれね、パンチェッタとキノコなんで、やっぱこれぶっちゃけやっぱ被ってますね。やっぱり今食べてて思ったんだけど、このスープとこのパスタ、味が非常に似てるというか、同じというか、系統これ同じですよね。なんでこれ同じにしたんだろうね。まあ選んどいてなんだけど、まあ確かにね、このね、リングイね、シーフードのサルサポモドーロってあるので、サルサポモドーロだとやっぱ赤いんですよね。だからトマトベースなので、このクリームスープと差別化できてますよね。メニューでなんか白いのがあったらね、こっちって選んじゃうじゃないですか。そしたらこれスープと被ってて、なんでこんなメニューにしたの
例えばスープとかぶんないパスタ、まあ、例えばなんかイカスミ使うとか、あとなんかバジル系にするとか、あとボロネーゼとかにするとかにして、スープとかぶんないようにすればいいのに、なんでスープと同じ味のパスタが選択肢にあるんですかね。まあ美味しいからいいけど、なんか同じ味ですよね、やっぱ。スープと一緒で、やっぱね、キノコの風味がやっぱすごいですね。このクリームソースとやっぱりね、キノコってこのイタリアのね、この定番なので、やっぱこれが好きでしたら、絶対これストライクですね。美味しい。むちゃくちゃ美味しい。最後のこれ具が余るんですよ。わかります？うん、このね、クリームソースに和えたこのキノコ。いいですよね。美味しい。うん、オッケー、美味しい、美味しい。はい、パスタ完食しました。じゃあデザートいきます。はい、デザートのケーキ甘いので、こちらカフェラテでいただきます。いや、このケーキね、前回めちゃくちゃ美味しかったんで、これ本当にね、リピートですよ、もう。はい、なんで割愛しますけども、このね、ロールケーキ横倒しにして、植木鉢にして、でこの緑の生クリームでこのツリーにしてるんですよね。はい、でこの緑の生クリームはピスタチオですね。で上にアーモンドのクリームがかかってるとのことですね。はい、いただきます。ほんと美味しい。前も言いましたけど、このスポンジのね、このロールケーキがほんとふわふわなんですよね。安いケーキだとなんかほんとのガチンコのなんか食器あるスポンジみたいなゴワゴワじゃないですか。これ本当にね、ふわふわなんですよね。でこの生クリームとの相性よくって、このお皿の周りにですね、なんかホワイトチョコをなんか削ったパウダーのようなものね、ホワイトチョコパウダーがあって、それをこうフォークでこうまぶして、わかる、こうやってつけながらこういう風にして食べると本当に美味しいですね。うん、カフェラテも美味しい。これはいいね、このカフェラテとこのケーキ本当にいいわ。このケーキ単品でも買えるんですよね。これね、おすすめなんで、これセットはちょっとなっていう方は、これぜひ単品でもこれ頼んでみて。ほんとこのケーキ美味しいんでおすすめです。ただお皿にですね、いつものラズベリーソースが乗ってて、このラズベリーソースをつけてしまうとたちまちいつもの味になってしまうので、このラズベリーソースはつけない方がいいと思います。すいません。多分ね、白緑赤でクリスマスの色合いにしたかったんだろうね。まあなしではないけど、僕はない方がいいかな。はい、スープ、パスタ、ケーキと全部完食しました。めちゃくちゃうまかったです。はい、カフェポルトフィーノのスペシャルパスタセットを完食しました。はい、スープとケーキはね、まあ、前回も紹介してますので、まあ、割愛はしょります。で今回このパスタですよね、やっぱこちらね、クリームソースとパンチェッタとキノコ相性抜群ですよね。で何度も言ってる通り、この、ね、やっぱホワイトソース、クリームソースとこのキノコって本当にイタリアンのド定番で、本当にこれ期待を裏切らない味がします。これこういうね、クリームソース、ホワイトソースとキノコが好きな方でしたら、これ絶対美味しいと思います。で、これ美味しいのはいいんですけど、さっきも言いましたけど、これこの前菜というかセットについてくるスープとこれ同じなんですよね。だからうっかりですね、僕もね、深く考えずにね、オーダーしてしまった僕も悪いんですけども、なんでこれ選択肢でこのクリームソースのパスタなんですかね。そしたらスープは選択選べないので、スープはこのクリームのこのね、ベーコンとキノコのクリームスープ一択じゃないですか。でオーダーして、あれってなんだこれみたいなね、なんかあの鮭のおにぎりのつまみになんかあの普通のおかずで鮭がついてくるみたいな、わかる、なんかね、同じ味にしてしまうんですよね、これ。まあ好きだからいいんですけども、なんでそこがなんかあれと思っちゃいましたね。なのでね、スープと同じ味を回避したい方はもう一個のね、ポモドーロにしといた方がいいと思います。まあ普通はそうするかな。こちらのリングイネ、すごい濃厚で美味しかったです。キノコ好きでしたらおすすめですね。あとはドリンク付きで1980円っていうのもいいですね。ザンビーニ買ってるんですよね。あれ、なんか昔はね、カフェポルフィード高いってイメージだったんですけども、
これザンビーニに勝ってますね。ドリンク付きでしょ、ザンビーニドリンクなしですからね。まあその分前菜凝ってますけど向こうはね、うん、これだったらこのカフェポルトフィーノが勝ちだと思いますね。美味しかったです。ドリンク付きならこれありですね。はい、以上クリスマスのカフェポルトフィーノのスペシャルパスタセットの紹介でした。じゃあねー。